はい、キャヘンクラブちょっと10分押しでスタートしました。ですね、インターネットの調子があまり良くなくてですね、ちょっと今接続に時間がかかってました。はい、で今日は何でしたっけ、6月19日、今月2回目なんですが、今日アンディがお休みでして、まあその代わりと言ってはちょっと何なんですが、強力なゲストを2名お迎えして、やっていきたいと思っております。じゃあ自己紹介していただいていいですか。はい、シンガーソングライターの内田萌です。皆さん、札幌ネットテレビをご覧の皆さん、お久しぶりです。はい、ギターの弾き語りでシンガーソングライターをやっております吉田愛慶です。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、この今モニターを見てるんですが、はい、俺いらないねこれこれですね、もう必要ないよ、ちょ機器うるさいね。本当ね、こう絵面を見るとね、俺なんでここにいるのかなって、自分の番組なのになんか俺いらないっていうすごい寂しい気持ちにもなりつつあるんですが、今日はですね、あの内田萌さん、すごい俺久しぶりなんですよ、はい、そうですね、本当に何年ぶりぐらい、2年ぶりぐらいですね。本当ね、もうずっとね、写真とかね、インターネットとかではよく見かけてるんですけど、本人に会うのは2年ぶりなんです。なので、今日は内田さんに丸投げしようと思います。丸投げ、もうね、時間30分ぐらいボンと使っちゃっていいんで、ありがとうございます。喋るなり歌うなり宣伝するなり、はい、いいですか。もう連続ケアヘンクラブ、そう、ケアヘンクラブなんですけどね、今日ね、この2人こういると影薄くなるから、どっちにしても一緒のことをもうスペシャルにしちゃいますので、今日内田萌はスペシャル的な感じでよろしくお願いします。はい、番組をご覧の皆さん、どしどしコメントをお待ちしてます。はい、じゃあ今日は俺逆に今日アシスタント的にこのあのチャットとかやってみますんで、はい、わかりました。普段できないことやります。はい、今日はですね、はい、さっきまで札幌ファクトリーにいて、はいはい、私と吉田明ちゃんとね、アトリウムでライブをやってきたんですよ。いいね、はい、楽しそうだね。楽しかった、楽しかったね。で、今日私の新曲が発売日。あ、そうなんだ。はい、じゃあ、レコ発売日だったのみたいな感じです。みたいな感じ、はい、あ、そうなんだ。小さな世界という曲があって、はい、その、リリース日ということで、今皆さんね、たくさんお客様ファクトリーからゾロゾロみんな連れて、そうなんだ、あのついてきてくれて、いつもね、あんまりお客さんいなくて、あ、そうなんだ、こう死人とした中でやってるんですけど、今日来た瞬間に、ね、もうお客さんいっぱいみたいな感じで、はい、すげえみたいな感じになってるんですけど、さすが内田さんだなみたいな。いやいやいや、本当皆さんのおかげでね、今日のファクトリーも平日だったのに、すごいなんか盛り上がってくれて、ね、水曜日なんでね、あ、じゃあ火曜日、あ、月曜日かな、ね、俺ね、頭の中の忘れちゃった、月曜日だよね、気合変クラブやってるってこと、月曜日、ね、月曜日なのにね、月曜夜って普通は何してるの、うん、何してるみんな月曜の夜、仕事が始まって一休み今日からスタートですよ。だいたい平日の夜とにかくなんか外に出て何かするってあんまりない。どうなの、みんなどう、いつも出てるから、ライブ好きの皆さんはいつもライブ遊びに来たりする。あ、あの外で活動するタイプだと思いますよ、ね、きっと皆さんがね、私は意外とインドアだ、俺もインドアだ、あけちゃんは、私もインドアですインドア、家に、ね、この家に、はい、音楽やる人って作曲とかするからどうしてもインドアになっちゃうんだよね。そうで、今日はあけちゃんもメロンパンの歌っていうのをこの前出したばっかりで、はい、コラボとかさせてもらってね、そうなんですよね、すごい楽しかったですね、はい、ね、はい、はい、はい、メロンパンって、俺実はパンが大好きで、そう、朝とかね、普通にパン食べたいなっていつも思うんだけど、最近やっぱ食べてない。甘いパンも好きですか？もちろん、メロンパンとか普通に買いますね。なんか似合わないって言ってまあ、よく似合わないって言われますけど、メロンパンとかね、クリームパンとかね、好きなんですね。よくジャムパンとかね、買ってよく食べるんですけど、メロンパンの歌があることは今知りました。
今、前はメロンパン好きな人みたいにアケイちゃんが言われてたんですけど、今メロンパンの人みたいにもうみんなからメロンパンの人、メロンパンの人ってなっちゃって、メロンパンの人って言われるようになりました。あ、メロンパンだみたいな。そうなんですよ、アンパンマンみたいなね。そうなんですよね。なんかみんなが平和のためにこう頑張ってきたわけで、平和になればいいです。今日はアケイちゃんにも歌ってもらいたいと思ってるんですけど。あ、そうだよね。いいですか、うん、メロンパンみたいな。違うよね。違う。今から歌うのって、あれさっきリハーサルしてたよね。あれで、あ、そうなの、リハーサルしてた。俺ちょ今日はね、ちょっと入りが遅かったんでリハ見てないんで。あ、そう、リハーサルされてたの。な、何曲のやつ。あ、一曲です、一曲です。じゃあ、はい、早速いいですか、もう早速歌ってもらえる。だって歌ってもらわなきゃわからないの、ね、魅力が伝わらない、うん、はいはい、じゃあ歌ってもらえますか。じゃあ歌わせていただきます、はい、お願いします、はい、はい、じゃあね、今ちょっとセッティングをしてもらって歌うからマイクいるよ ね、 そうですね。ちょっと内田さんマイク持っててもらっていいですか。スタンド、あ、そっち使います、はい、はい、もう生放送なんでね、このうちわのドタバタが全部撮影っていうか放送されてるという。でもそれが面白かったりするからね。まあそうなんですよね。その辺こういろいろ裏方のスタッフさんがちらっと映ってみたりとかね、いろいろあるわけで、うん、はいはい、どうかな、大丈夫かな、はい、大丈夫ですか。はい、マイク入ってますか。お、入ってますね。ふんわりと。ふんわりと。はい、じゃあ、こんな感じで。はい、では早速よろしいですか。はい、はい、お願いします。吉田明恵で、あなた。では一曲歌わせていただきます。あの日決めた
はい、ありがとうございます。やっぱなんかふんわりしてましたね。女の子らしいというか、大丈夫かな。はい、という形で、俺ね、今から30年ぐらい前の話をしていいかな。はいはい。30年ぐらい前にですね、札幌にはフォーク喫茶みたいなのがありますね。今のね、まあ、札幌ローカルの話になっちゃうんで札幌の人しか分かんないと思うんですけど、南三条にノルベサっていう建物が今あるんですよ、札幌でね。で、観覧車、そう、観覧車も付いてるところね、はい、あそこの道路挟んで北向かいのところに雑居ビルがありまして、そこの地下にですね、文化屋っていうお店があったんですよ、喫茶店があったんですよ。でそこでもう毎晩のようにね、今みたいな弾き語りの人が歌ってて、で俺当時ね、まだ高校生、高校は卒業してるか、高校生だからもう35年ぐらいはいるんですから、高校生ぐらいの時にそこに通ってると、自分よりも2つぐらい年上のお姉さんが、2つペアで、ね、アコースティックギター2つ持って、デュオで歌ってたんですよ。で、それがとても心地よくて、高校生だと俺はですね、小遣いをこう握りしめて、毎日のようにそのお店に通ってたんですけど。毎日その方いらっしゃったの？毎日いる。そうそう。毎晩毎晩で、ね、だから多分ね、彼女たちも多分高校生だったと思うんで、当時ね。で、なんていうの、学校終わってからね、制服のお店行くんだって。で、お店のトイレで着替えて、で、そのまんまお店でライブをやって、で、最終地下鉄で帰るみたいな、そんな毎日をね、過ごしてて、で、大体ね、一晩に2組か3組か出るのね。それどうやって決めるの？たくさん殺到してたらいいじゃん。いや、ね、ちゃんとお店と契約してるの。あ、契約してるんだ。そうそうそう。だから、当然固定客もたくさんいて、はい、彼女たちが歌うと、お店が満員になる。で、もう一人、自分から見たら当時もうちょっと、年配のというか大学生の男の人が2人でやっぱりリオで歌ってたんですけど、はい、彼らもすごい人気で、彼らが歌うと若い女の子がわーっていっぱいになるね。でそのお姉さんたちが歌うところで男の人がわーっていっぱいになって、で3つ目のグループは大体お客さんいないんだよね。かわいそう、かわいそうなんだけど。でその2グループがその毎晩やってまして、で大体両方出てきますし、どっちかしか出ないときもあるし、必ずどっちか行ったんですよ。で、その他にもう一グループ出てて、彼らはその、新人っていうかね、そこでこうちょっと腕を磨いて、お客さんにこう認知してもらおうみたいな形で、そういうお店が昔あったんです。キヤさん歌ってなかったですか？俺はね、当時はね、一生懸命こう勉強中だったので、ね、高校生だったんで、中学3年、高校1年か、高校1年ぐらいだったんで、そこに通い詰めて、その巷で音楽をやるっていうのはどういうことなのかなっていうので、一生懸命その先輩たちからね、学び取ろうとしていた時期なので、まだ自分で演奏とかしてませんし、ギター弾いてたんだけど、まだ人前にこう出せるほどのものではなかったので。今そういうお店って札幌ではないんじゃない？ここはでも別に契約してるわけじゃないのね。ああ、そっかそっか。そうそう、今あるお店っていうのは大体こうフリーって言ったらいいんだけど、そうオープンマイクみたいなのがたくさんあるし、あとはもうブッキングで不定期でやってるみたいなのが多いんでね、決まったアーティストがこう毎晩とかもしくは毎週とかっていう形で出てるお店っていうのは今あるんじゃないかな。なくなっちゃったんですね、じゃあ。でもそういうお店があった方が弾き語りの人たちはもっと盛り上がると思うんだよね。確かに ね、だってまあ俺なんかロックバンドやってるから人数多いじゃん、ね、4人とか5人とかで、ね、ライブをやったり移動したりとかしなきゃいけないんだけど、弾き語りの人っても最悪自分一人となんか楽器が一つ、うん、ね、うちだったら鍵盤あればいいし、うん、ね、彼女はギターがあればいいわけで、うん、っていうすごい身軽なところもあるから、うん、だったらこう別に毎週歌ったっていうよりはね、そうですね、ぶっちゃけね、うん、で例えばこう週末金曜とか土曜とかにこういう歌手みたいなお店で毎週歌ってますよっていう、そしたらどんどん固定、そうそう固定のお客さんがついてくると思うし、そういう動きを
そろそろまた復活しないかなと思って見てるんだけど、なかなか札幌ではそういう動きにならないんですね。そうなんですね。お店の経営の問題とかあるのかな。それもあるのかも。逆に内田さん来た方が儲かると思うんだけど、お店はね。どうでしょうね、それは。もうみんなコーヒー飲んでくれるし、ご飯食べてくれるしね。絶対やればいいと思うんだけど。毎週やったらみんな来てくれる？当然。まあ、当然って言ってますよ。当然来ますよ、それ。ね、みんなファンの人ですからね、うん、俺がやっても誰も来ないんだろうな。いやいや、そんなことないよ。そこつらいよね。じゃあ今度試してみるから。でもその前に練習しなきゃね。そうですね、練習しましょう。練習、練習しないよ。もう全然歌ってないよね、はい、何十年も歌ってないんで練習しなきゃいけません、うん。まあ、その感じでなんか今のね、あの曲を聴いたらその当時のことがすごい頭の中バーッと思い出してまして、うん、やっぱその時もあのふんわりしたというか、うん、優しい感じの曲がね、いつも毎晩流れてて、もう癒されてましたですもんね。ね、あの親さんたち、今頃何やってるのかなって思うんですけど、うん、どう考えてもね、分かんないでしょ。うん、いや、つまりどう考えても俺より年上なんで、もう普通におばさんになってると思うんですよ。だからあんま考えないようにしとこうかなみたいな。甘い思い出ですかね。もう10代の頃の彼女しか知らない、彼女たちしか知らないわけですから、今もうこの年になってね、いきなり目の前で歌われてもびっくりするかなっていう。そうそうそう。だからあんま考えないようにしてる。あ、でもね、男の人の方のグループの二人いたうちの片割れの方はまだ、ね、あの演奏活動してるんです。そうなんですね。すごい。なんかのチラシポスターなんか。そう。あれなんかこのおじさん見たことあるみたいな。え、風も変わってなかった。ほとんど変わってないです。すごいね。面影ももちろんあって。で、まあ若干年取ったかなっていう感じはするけど、うん、まあ当然ですね、当時多分彼ら21とか2とかだったから、うん、あれから35年経ってるんですから、うん、もう50代半ばの。キエさんは変わったみたいな。俺はもうめちゃめちゃ変わりましたね。え、そうなんだ。はい。めちゃくちゃ、え、どういうふうに？え？良くなったの？いや、劣化してますね。劣化してます。髪の毛なくなったしね。あ、そうなんですか。そう、髪の毛なくなったし、ね。渋いですよね。ヒゲは白くなったしね。そういう意味でね、もうどんどん劣化してますね。だからあんまりこう自分のことも考えたくないみたいな感じに最近はなりつつありますけど、うん、でもその仕草が良かったりしますね。男性は特に、女性はなんかやっぱりね、若い子の方がいいとか思われるけど、うう男性はなんかどんどん良くなるね。だから分かります、すごく。そうそう、そういうふうに思いますよ。え、でもね、まあ、俺友達自慢するわけじゃないけど俺友達、まあ、女性の友達もたくさんいるんですけど、はい、同世代のね、うん、もう40代とかみんな綺麗ですよ。あ、普通に。あ、そうなんだ、うん、あんまりおばさんおばさんしてる人いないし、うん、でもなんかみんなやりたいことやってる方はやっぱり綺麗な方多いですよね。自由になんか楽しく、まあ、そうかもね。そうかもしれないですね、うん、ストレスがないですよね。音楽やってる方とかも結構若い方多いなと思います。じゃあ内田さんもあんまり気にしなくてもずっと若いのもいられます。私は、まあそうですね、基本的には変わんない。変わんないよ、ね、中身も変わんないし全然ダメですね。どうしすぎるね。え、まあ確かにね、あの2年前に見た時とあまり変わってないというか、まあ、2年じゃ変わんないよな。2年で変わってたらちょっとあれですね。ほとんど同じみたいな感じになってます、ね、うん、それみんな私を皆さん支えてくれてるからね。もうそういうドジなところをなんかサポートしてくれてるみんなね。羨ましいね。ええ、本当になんか私がこうやってボソってつぶやいたことをだから言ったのにみたいな、ガンさんの気になるあんまり私すぎないようにっていう感じ。そうそうそう。え、割とこうみんな拾うんだ、こう結構拾ってくれます。内田さんのトークで私のつぶやきボソって独り言を言ったのをみんな拾ってくれます。拾ってくれるんだ、優しい。優しいな。ありがとうございます。俺なんかもう毎日のようにこうつぶやいてる、つぶやいてぼやいてるから、つぶやいてるなんてかそんな生優しいもんじゃない。ぼやきもう百何十文字だっけ、ツイッター、はい、に収まらないから、もう全部フェイスブックなんです。え、それ消される不適切な内容とか入ってますか。結構あるんじゃないかな。消されたことはないんだけど、ないんだけど、なんか気づいたらブロックされてたりとかもあるね。誰にわかんない、なんかそんなに親しい人じゃなくて、なのにそう SNS 上でちょっとたまたまつながったみたいな人いるじゃん、うん、その人にブロックされたショックで、こうガーいろいろ書いてると、ある日その人にこうアクセスできなかったりとか嫌われちゃった、嫌われたっぽいと思うみたいな、ね、
そういうのはね、俺の場合よくあるから、もう最近ね、気にしてないんですよ。それが一番いいですよね。逆にね、あ、この人とは意見が合わないんだ、しょうがないなっていうようにね、思ってます、今。意見が合わないとき、無理やり付き合って喧嘩するのも嫌だし、ね、そうです、ね。だったら、こう、下がらぬ限りなんてやるので、むしろブロックされてた方が気楽かなって。こっちも見なくて済むもんね。そう、見なくて済むし、好きなこと書いても多分見られなくて済むし、ね、見ないわけだから、うん、ね、そうなると平和です、平和、ね、何でもかんでもね、みんな仲良くしようとしすぎだから、だから逆に争っちゃうんですよ、ね、ちゃんと切り分けてたらね、うん、争わなくて済むんだよね、うん、そこら辺の話を本当は今日しようと思った。本当はね、うん、でもなんか今日藤田さん来るっていうから、はい、これはちょっとやめようみたいな。なかなかちょっとね、そうそう、難しい話できんの。明るい話ですよ。そうですね、そうそう、はい。で、今日のライブはどうだったんですか。どうだった？今日もすごく、ね、平日なのに、うん、すごい人だったよね。はい、教えてくださって。あきえちゃんが5時からで、私が7時からだった、はい、だからトータル的に3時間ぐらい、うん、あの、まあ、インターバルもあったんだけど、うん、やってて、うん、その間も皆さんいらっしゃってくれて、うん、だから誰一人帰らないぞって、うん、3時間もね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、楽しかったね。楽しかったね。3時間って言うとね、うん、ロックバンドだと、はい、ワンマンライブとかの時間もある。そうですよね。あ、でも3時間は長いな。2時間ぐらいかな、ね、3時間は長い。3時間は長いよね。3時間もいたんだ、みんな。すごい、いたよね。もっとかな、逆にね。そうだね、まあ始まる前から。しかも3時間やって、今10時半でしょ。何時間でしょ、寝る時間。そうそうそう、5時からやってるでしょ。そうそう、もう6時間ぐらい。ありがとうございます。普通に6時間以上で、あなた方2人に付き合ってもらって、会社早退してきたって。会社早退してきたって。仕事しようよ、仕事。とりあえず、ありがとうございます。内田さんの、あ、でも分かるけど、ね、仕事しよう。平日にもかかわらず ね、駆けつけてくれる。でもよく平日にライブする気になったね。そういう、なんかレコハツなんでしょ。レコハツとかもたまたまそのお誘いとかもあって、でファクトリーでアトリウムで久しぶりにやりたいなって気持ちもあったので、はい、ちょうどよかったなって。アトリウムね、俺見には行くんですよ。はい、出たことない。だってロックですもん、ね。ロックだからね、やりようがない。うん、でも一回ね、司会かなんか頼まれてね、はい、よしと思って行ったら別な人いて。どういうこと？いや、別の、なんかもっと別の司会がいる。そう、若いお姉さんの司会がいて、キヤさんなんだと。あ、若い子の方がいいから、キヤさん今日いいかなとか言われて、え、マジっすか。わざわざ行ったのに。意味わかんない。しょうがないから、クレープ食べて帰ったの。かわいそう。なんか、そういうことがね、過去一度あってから、あんまりファクトリーに近づかなくなりましたね。でもいい場所ですよね、あの空間で。場所もね、あの空間ね、羨ましいなと思って、よかったです。ね、この、なんか機会があったら、そこでちょっと、音楽がうるさいだろうから、トークショーやりたいね。ああ、ケアヘイクラブ出張版で。みたいな、ね。最近はね、なんか音楽するよりも喋ってる方が長く、楽しいし、長くなってきたんでね。どんどんトークショーが長くなって。そうそうそう、だんだんこうギター弾く時間より喋ってる時間の方が長いだろう、お前っていう。確かにこの番組見てても、歌ってるとこほぼ。いや、歌わないですもん。歌ったことないの、過去にね、1回かな、2回かな、1回かな、しかも、ほんと触りだけよ、はい、触りだけ。そう、なんかの曲の紹介をするのに、ちょっとギター貸してっつって、それでジャンジャン弾き語りってたって、ワンコーラスも歌ってない。B メロぐらいでやめてるから。え、でも歌好きなんですよね、キアさんって。いや、歌は好きなんですけど、音痴なんで、あんま歌いたくない。そうなの。そう、こうね、なんかギターは弾けるんだけど、ね、ギターをさ、チューニング合わせれば音痴にならないじゃん。そうですよ ね。鍵盤もそうだけどさ、喉はね、喉はさ、どうしてもね、そう、自分で微妙なコントロールをしないと音程作れないでしょ、声はね。だからシンガーの人はすごいなと思っていつも見てるの。どうしてあの微妙なコントロールをね、できるんだろうって、やっぱ訓練なのかなとかね。でもほら、3歳とか4歳とかのね、子供でも上手い子は上手いじゃん。上手いですね。チューニングもともと多分できてる子。だからすげえとか思って、なんか俺もそういう風に生まれたかったなって時々思うんですけど、まあしょうがないから行きたいってごまかそうみたいな、
そんな感じです。なんか放送で歌ったことはないです。だからね、放送で歌うっていうその感覚が自分の中にない。あ、じゃあ今日弾き語り、ゲストの方歌うの？もちろんゲストは歌うんですけど、自分的にはないんですよ。どっちかというと俺はこうライブみたいなところで弾くみたいなイメージの方が強いから、こう目の前にマイクあるとしゃべってしゃべってみたいな、トークの方に、そう、トークにこう集中、熱中しちゃう。だから最近はネットで俺のことを見てる人は、はい、俺があの喋る人と思ってる人多いんじゃない？絶対そうだと思うんですよ、みんなそう思ってる。そうそう、もうバンドのギタリストとかヘビーメタルやってるとかっていう、はい、ことよりもなんか知らないけどいつも喋ってる変なおっさんっていうイメージの方がなんか最近強くなってるらしくて、少しあのバンド の, あのライブの写真とかね、ビデオとか写真とか流した方がいいのかなってちょっと思ってるんですけど、もうめんどくせえしなみたいな、まあ、そんな感じで、ね、なんかこう、はい、ガーって喋るのがもう大好きで、最近はだから、ね、アトリウムでトークショーもいいからね。いいか、面白そう、ね、どうですか、局長。当たるのは分かりません。多分局長に振ってもね、多分運とは言わないと思う。そうだな、あの、一度で決められないから。いろいろ相手のある話になっちゃう。そうですよね、これはね。ファクトリー側のね、ファクトリー側の趣旨としてね、はい、こんなやつに喋らせていいのかっていう話にもなりかねないので、内容に、ね、まあ、そんなところなんで、はい、ね、でその今日そのアトリウムやってやってきて、でその後の予定って入ってるんですか？あ、そうです、そうです、いいですか、告知して、うん、どうぞどうぞ。水曜日ですね、あさってですね、あさっての、西区民センターというところで、うん、キャンドルナイトというイベントをやります、うん、私以外にも琴を弾いて歌う琴、はい、ナオコバンドさんっていう方と、はい、あとはあれですね、落語のそのなんて言ったらいいの、ライブじゃないし落語の講座ですか、はい、があるんですよね。でそのチケットを今日ファクトリーでも売らせていただいて、チャリティーなので1000円でやらせていただいてるんですけど、みんな買ったんでしょ、当然、うん、もちろん皆さん買ってもらって、ね、はい、じゃあ皆さん以外のところでも売れるように、はい、ぜひね、この番組見てる方もそうですね、はい、あさって、もうあさってですね、もうギリギリですね、ギリギリなんですけどね。あとその次は7月5日にアパホテルの TKP 札幌駅前っていうところの、はい、カフェでビアガーデンがあるんですけど、はい、そこで内田モアライブを、はい、3回やらせていただきます。 3ステージってことですか？3ステージ、はい、でそれは本当にビアガーデンのお金だけで楽しめるライブになってますので、はい、なるほど、はい、その次が7月9日に千歳に行きます、はい、それはリマインドオブゼロという車のイベントで、そこではゲストで出させていただくのと、はい、7月16日日曜日は月形で音楽の、はい、ドリームフェスティバルというのがあって、なんかやるみたいですね。あ、そうです、そうです。それにもゲストで行かせていただきます。はい、情報は内田モアで検索してブログの方やツイッターで確認、チェックお願いします。そうですね、はい、はい、じゃあということでね、内田さんのライブも、ね、今後目白押しなので、そうですね、全部行くとね、多分結構お財布きついくなるいや、お財布だって、ね、ワンコインとか1000円とかでやってる。あ、そんなら、そっかそっか、そっか、そっか、だからもう3000円もありますけども、来月はそう無料ライブとかも多いので。あ、そう、無料もあるもんね、はい、無料もあるから。あ、じゃあ全部行っても全然大丈夫、全然逆に体は体力が大丈夫かなっていうね、皆さんのね、あと睡眠時間削られてるから大丈夫、寝る時間、寝る時間削ってまで私の音楽を聴いてくれてる皆さん、いや、もう画面には映ってないけどね、皆さんのことはね、こう結構来てくださって、そう、もう結構体力きつい人も中には違う、はい、手挙げて、眠い人混じってる声だってめっちゃ眠そうな顔してる、もう画面には映ってないからもう見てる人は分からないんだけどね、俺こう割とみんなを見ながらやったりする、もうぐったり、なんか俺とあんまり変わんない世代の人いっぱいいるなって結構体力きついだろうなって、ね、ね、そんな感じがします。じゃあね、そろそろいい時間になってきたんで、はい、ここらでこの赤いキーボードがこうチラチラ見えてるんですけど、
ね、藤田さんそろそろそうですね、あのサービスタイムな感じで新曲をねやらせていただいてもいいですか、はい、お願いしていいですかね。はい、はい、よろしくお願いします、はい。Twitter の方でですね、楽曲バトルというのを行わせていただいて、FM 小樽さんのパワープレイ、私の曲2曲出させていただいて、どっちが優勝するかなってずっと今日まで楽しみにしてたんですけれども、なんと同点だったんですね。で、最後の最後に票を残しておいた、まあ、ちょっとずるい人とかも いらっしゃってて、それを入れたらために同点となってしまったんですけれども、それがね、いい方に転んで、なんと7月のパワープレイが小さな世界、8月の FM 小樽さんのパワープレイが見え方ということで、2ヶ月連続パワープレイ、なかなか前例ないんですよね。ないらしくて、もうこの同点っていうのが決まった時に石田さんがね、局に電話してくれて、もうどうしてもという話でね、8月決めてくれたんですけれども、投票してくれた皆さんありがとうございました。で、今日はそのね、パワープレイを勝ち取った方の曲をキアヘンクラブで歌わせてもらうっていう風に言ってたんですけれども、同点だったのでね、まあ、せっかくなので2曲続けてお聴きいただけたら嬉しいです。小さな世界、本日発売です。
と言われたのも、もーちゃんはどっちに、ね、バトルはどっちに入れたんですかって、どっちだと思うって聞いたら、小さな世界って言われたんですけど、実はこの次に歌う名曲に入れちゃいました。ちなみに皆さんはどちらに、小さな世界に入れたかな。うそ。一名、見えこと。でもね、今はこの見え方の方多いですけど、さっきファクトリーで、いや小さな世界よかったわって結構いろんな方とか初めての人にも言われたりして、やっぱりいつも私に結構聞いてる方と初めて聞く人も全然やっぱ違うじゃないですか。いろいろ知ってのね、そのどちらを比べるかっていうのと、初めて初見で聞く方全然やっぱりイメージが違うのかなとかってすごい今日は思ったんですけどね。私自身はどちらも捨てがたいのはあったんだけど、小さな世界ごめんほんとごめんと思いながら、渡り鳥ごめんなさいって思いつつ見え方に入れさせてもらいましたけどね。同点でよかったですよね。うん、ね。ね、まあ、同点ということでね、まあ、どっちがいいとか悪いとかもなく両方いいみたいな感じで決まったので本当に良かったと思います。そして今から歌うのは見え方、これは7月の22日リリースということで、あと1ヶ月ぐらいあるんですけども、それを楽しみにお待ちいただけたらと思います。待ちきれないっていう方はね、 ZEP のワンマンライブの DVD 買っていただければ歌ってますので、はい、ぜひお買い求めくださいませ。それでは聴いてください、見え方。Oh
どうもありがとうございました。ピアニストゆいでしたに拍手を送ります。イエーイ。はい、今朝ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。お二人とも、もう雰囲気が全然ヒアヘンクラブじゃなくなってますけど今内田さんが歌ってる間に、はい、ちょっとフェイスブックをね、俺チラチラとチェックしてたら、うん、曲調がいろいろ写真はしてましてあげてましてヒアヘンクラブじゃないみたいだと曲調は自ら言ってますから多分そうですね、はい。いやでもね、たまにっていうか俺的にはね、一応ヒアヘンクラブって、ね、実は音楽番組なんですよ。はい、そうですよね、本当は。私もそれは知ってた。そう、だから、うん、むしろ正しい形になってて俺は嬉しい。よかったね。ちゃんと音楽が流せる、はい、音楽番組っていうのでね、うん、なんか良かったかなと思っております。はい、はい、ということで、もう結構な時間が経っておりますので、ちょっと俺も告知をさせてもらって今日締めちゃおうかな。はい、ですね、ヒアヘンクラブの方はですね、今月はもう今日で終わりだから、来月、次回は7月3日かな。はい、次回ヒアヘンクラブは7月3日です。で、そのヒアヘンクラブまでの間にですね、俺はなんかいろいろやることがありまして、まずは明日、明後日は、フリーセッション、ここ8条でやります。ですね、今月から旭川会場というのがありまして、先週やったんですけど、先週旭川は50名ほど参加いただきまして、もうめちゃめちゃ盛り上がって、もう3時間俺死ぬんじゃないかなと思うんですけど。それ誰でも参加できるんですか？そうです。じゃあ来たらケアさんとセッションできる？できます。おー、すごい。だから俺はもう3時間出ずっぱりなんですよ、はいはい。で、あとはもう来てくれた人をもう特会引っかいってあれですけどもう大変、交代交代でこうみんな出てきてもらって一緒にセッションやろうっていう。しかもスタンダードとかね知らなくていいんです。いいの？既存の曲はやらないです。え、何？もう即興？即興です。 100% 即興です。行けばいいです。で、即興っていうとみんな、でも俺なんかコードとかよくわかんないしとかね、うん、音楽のことあんまりよくわかんないよっていう人が多いんですけど、実はそんなものもいらないです。いらない。そう。え、どういうこと？なんか音一つポーンって出せれば、例えば何もできないんだけどって、じゃあ鍵盤でどの音だけ出してます？どう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 って出してます。合わせてくれる。あ、悪いの。合わせてくれる。そういう形でね、もう実は2年ぐらいやってるんですよ、八条。それじゃあね、人気に決まってますよね、そんな楽しそうに。それを今月からね、旭川もやりたいってことで、今月から旭川会場って思ってて、旭川で今月第1回、初めて旭川ですよ、フリーセッションやったんですけど、50人ですよ。俺がびっくりしました。むしろ何も知らないけど音楽をやってみたいって方が多いってことですか？そうですね。でも意外とね、参加する人はそれなりにできる人、家で実は密かにやってた人とか多くて、一人でねこうギターの練習とかずっとしてたんだけど、例えば仕事が忙しくてバンド活動ができなかったりとか、例えばメンバーに恵まれなくて音楽活動ができなかったりとかした人たちがこう発表を待ってたらおかしいけど、誰かとこう一緒に音を出すっていう、そういう楽しさを求めて集まってくるんですね。だから逆に普段バンド活動とかしてる人はあんま来ないです。あ、逆にね。じゃあ飢えてる方がいる。そうそう、音楽に飢えてる人が実はたくさんいるってことが分かってちょっと驚いたりもしてるし、あ、この企画やってよかったなとか思ってやってます。で、今月八条、要は札幌会場は明後日やります。はい、で、その後、今週末、土曜日、あれですね、札幌はホットタイムというところで、バックオンセッションという、またこれセッション企画なんですけど、こっちはテーマが決まってまして、曲を演奏するんですけど、まあ、そこに呼ばれたんで、参加していきます。で、ついでに時間枠もらったんで、そこで俺のフリーセッションやろうと。そこでも。だから、爆音に来てフリーセッションできますんで、今回は土曜日、あさって平日の夜はちょっときついぞっていう人は土曜日ホットタイムに来るとセッションできますので、と
そんな企画が楽しみます。でその後、7月の1日になるんですけど、俺がやってるファントム・オブ・ソロというヘビーメタルバンドがありましてのライブが旭川で、あります。詳しくは、ホームページを見てもらった方が早いかな。今俺全部説明するって大変ですよね。でそしてその後、7月5日はまた気合いクラブ放送という形になってますので、なんだかんだで頑張ってる人でもね、結構あのスケジュールみたいな一部結構頑張らさせていただきますので、よろしくお願いしますということで、じゃあ今日はもう1時間経ってやったので、もういいかな、もういいかな、みんな疲れてるね、さすがに。ということで、ではまた次回まで、さよなら。